足を曲げながら後ろに向いています。聞いたことありますか？韓国がこうしてこうやって、こうしてこうやって。走りながらね。でも、いいのは、ものすごく研修する人は言ってたけど、犬の方が早い。まず犬は後ろに見ない。バーッとしたらバーッと出す。だから人間もそう。ずっと生きてる間でこの3手をやったら、ここに使うすぎね。硬くなるものじゃない。そして、もしかしてあなたここにダメになることになります。そして自分で遅くなります。自分の前に見ない。きちんともう、ここあったことは終わりました。昨日は戻さない。昨日の夜は戻さない。胸に出たから終わり。自分が今新しいのが日にち、新しい日付、そして新しいエイジが入ってきました。二十歳は戻らないみんなね。戻してみんな言うけど。例えば、10歳は戻らない。イメージ的がいい。だけど戻らない。戻るのは無駄。時間が考えは無駄。時間がもったいない。マイナスのエネルギー入る。マイナスの考えが入る。最後にあなたはマイナスになります。マイナスの考え方。そして最後で精神的病気になります。はい。終わったことは、イコール、プラス、マイナス、お疲れ様でした。OK。新しい人生を生まれたいだったら、ポジティブ。ポジティブの社会。ポジティブの人間。ポジティブの考え方。ポジティブ、ポジティブ、ポジティブ、ポジティブ。苦手じゃない。弱いと部分が弱い。みんなできないことがあります。なぜみんな人間だから。昨日言った100オーバーだったら神ね、しかない。でもみんな人間。イブ先生含めてできないものがあります。できないものあるイコール私はね、おかしいじゃん。自分でもね、このぐらい。アクセプトしないと、うまくいかない。そしてもう一つ、他の人は嫌わない。問題です。嫌われたらあなたもっと疲れる。なぜならば、他の人でも、脂肪が違いますね。私いつも言ってよ。手の脂肪が。ね、みんな。同じ手なのにみんな手は一緒ね。誰が10個の手がやる一緒。今も目違うなってきたよ。目のスタンドね。脂肪。ですね。人間の中で性格してるのは一緒でじゃない。人間の力も指定は一緒ない。みんな違う。40% いる、30% いる、100% いる。なんでこの人は早くし 80%、なんで私 40%、ここに考えることだったら自分でうつ病になります。80% は 80% で、あの人はあの人で、私は私です。あなたの測るのは相手じゃない。測っては自分。重くいってる。幸せ。どんなふうに自分の道に生きてるとか、一生懸命頑張ってるとか、自分の測ってる。Believe to me ね、信じて。一番問題、これはマイナスから、相手から、気つけてください。その辺です。だから自分で信じて、今日はもう話来たらありがたいよ。これやっぱりあったら、これのことなかったとか。いいことだけど、私聞いて嬉しい。だけど、今日はあったら今から何しますか？考えしましょう。新しい希望ね、新しい人生、あったことありました。戻さないよ、戻らない。痛みは分かります。だけど、これは嫌なことあったから、今から会うためにこのことあったじゃないですか。ブラス方法が考えてください。嫌なことあったら、いいことになるため。これも同じ考え方。苦手があったら、私のポジティブのため。嫌なことがないと、今みんな、そんな素晴らしいの集まり方がないと思います。例えば、今のディスカッションはできないかもしれません。いつもいい風にが見て、いい風に考えた方が、もっともっと自分で進むかなと思います。OK? だから、from now ね、今から。何しますか？これはあなたの場合、一緒にやる。なんかしないといけない。それです。OK? ありがとう。あ、どうですか？仕事のことやってます。
そういう考えを持つこともいけないみたいな、あんまり自分も良くないんじゃないかっていう、はい、思う時もあって、結構苦しい時もあったんですよ。じゃあ私考え方正しいね。はい。はい。はい。ネガティブは、この気持ちがあるので、はい。本当にそうなったら人生が楽になります。なぜ、ずっと前のだけ考えてる。先と言った。自分の意図を忘れてる。忘れてるだったら、どんどんあなたのスキルがダウンになる。ね。すごくネガティブね。すごく。ずっと考えてはね、なんでできないのじゃなくて、自分の苦手がある、いいです。でも、どんなふうに改善するあなたの力ね、その辺が。もうできないものがある。気にして、自分の中で入れて、心の中で入れて。なんで人間だから。例えば、英語。日本人は、聞くはわかる。なんで話さない私ずっと考えてる。性格的な問題です。教育の問題です。なんで40% じゃないと何でもしない。すごい主人公だから、頑張ってる人だから、恥ずかしいしない。やりたくない。だけど言葉の場合はこの考え方合わないと思います。言葉出さないとうまくいかない。100% の英語が待ってるだったら、死ぬまで話すことができないかもしれません。なぜ40人だから 100% じゃない。絶対に。文語、グラマー、勉強してならまだ発音とか何か間違いない。発音は勉強すれば何か文語忘れる。当たり前。私は日本語はあなた方の日本語よりいいじゃない。私はエジプト人だからいくら日本語勉強しても。でもあなた方はジャパニーズ、ネイティブランゲージね。自分のことは一番。その辺の問題、日本語できない場合はこの問題です。あなた方は。でも英語は 30% 昨日見たいって言った。40% 自分の力でいいんです。イコール 100%。恥ずかしいじゃない。イギリス人ではありません。アメリカ人ではありません。イスラエル人。まずは外国人じゃないからね。その辺だったら、やっぱりちょっと、メンタリティが変わらないと英語もうまくない。そしてもしかして英語は勉強してもできない。そういう時は、漢字がしてる。じゃあ、直後話せば。勉強すれば簡単なのかもしれません。なぜ書き方はもうすぐ書きますし、意味がわかるし、その辺です。自分の能力は別なスキルが、ここできないだったら、じゃあ、自分まで英語しないといけないとかじゃなくて、じゃあ、フランス語、スペイン語、アラブ語、何語、自分でもっとかっこいいならじゃない、みんな話すことは、あなた何言葉が話します。同じ私帰ったら、日本語話しますか、みんなびっくり。イコラジュット人が、一人は僕を言葉が話すことがある。エジプト韓国の国だ。でも、スペイン語、ドイツ語、ポルトギル語、何語、でも、アジア語って言ったら、日本語とか中国語とか韓国語、少ない。話す人たち。例えばね、その辺です。英語できないフランス語。フランス語できない中国語。自分の見つけるまで、自分の自信につけるまで探してる。もしかしてあなたはプロフェッサーな中国の場合は日本人に教えることになるかもしれません。なんで英語しないといけない100%はみんな一緒だからじゃない。そんなもんみんなの目的じゃない。言葉が目的は国際言葉だからどこでも使うことが分かります。じゃあ 30% だけいいじゃない。コミュニケーションになるために、良くなるために、ホテルはどこいくらですか、何が言って、このぐらいだったら英語話す。いいじゃない。その意味です。ずっと苦手な部分が待ってるだったら、遅い。人生は、そんな長いじゃない。世界はすごい、はい、バーって、はい。だから楽しいしよう。自分の苦手も待ってない。自分の物理だけ、いつも何か増えていきましょう。ここからじゃあ、持って、できないだったら最後に今日はもうできません。英語は、捨てる。私たちはそれは前じゃないから、それは環境じゃない。私たちは人間だから、弱い部分がある。風邪ひいたらみんな、眠れたら風邪。ね。弱いところがいっぱいあります。神経はもう何かあったら病気になります。ですから人間はそんな、バーは、スーパーバーじゃない。人間の場合は闇。人間の場合は心の力。人間の場合はエネルギー。
礼儀の場合はみんなです、考え方ここに場合です。でも全部しないといかない、100% 負けないところが戦争の言葉です。これは礼儀の言葉じゃない。必要礼儀の言葉じゃない。これ今度自分で厳しくさせよう、今度は病気です。気づきましょう。OK? Thank you, シェイシェイ。じゃあ次は。どうですか、ネガティブはポジティブになります。その考え方は自分もそうかなと思います。自分はちっちゃい頃からベースボールやってまして、はい、で、まあ、好きで始めたんですけども、やってる中でやっぱり強制的にやらされるものっていうのが多々あったと思うので、はい、その部分を嫌とは言えないですよね。だからやっぱり抑えてそれに従ってやってきてた部分があったので、はい、なかなか自分の力、本来の力っていうものはプレイヤーとしては発揮できなかったっていうのはあったと思います。で、それをそこから少しですね、自分の考え方が反映できる環境に、まあ、大学に上がってからですね、はい、自分で考えてやるっていうような環境に上がってから自分の力が出せるようになったと、納得できる結果を出せるようになってきたっていうのがあったので、まあ、先生おっしゃるそういった部分っていうのは、その通りかなというのは思います。大丈夫だった。じゃあ自分にが手は多くの身にあれば、あなたのプラスいっぱいありますよと思ってください。でも苦手はもらうじゃなくて、あった場合、もらわなくていい、皆さん。あった自分の今からのシート、シートは今からいろいろ教えてあげますけど、改善する方法は。あった場合は、イコールたくさんあったらあなたは気になる。もっと自分はリラックスになります。もっと簡単のインタレスになると思います。ね、あったらこんなにいっぱいあると、私と悩む人間じゃない。そんないい人間だから、いっぱいプラスはありますよ。ただ場所だけ間違ってる。そしてここから持って、ここに持ってきます。それだけ思ってください。今はね。ありがとうございます。じゃあ、自然な力です。なんかスポーツマン同士だから自然な力が出せば、はい、ナチュラリズムを私みんなしましょうっていう、はい、ガンマネズムならない、ならないでください。どうですか、ガンマのこととナチュラリズムの力、ナチュラルの力、人気の力世界でしょ、やる気、はい、はい、意志、熱意、エネルギー、心、いろいろいっぱいあります。はい、どうですか。自発的な自分からのそうやる気が自然に発生する、うん、まあ、どういうあれになるかちょっとわかんないですけど、自分からやっぱりこうしたい、ああしたいっていう、こうしよう、ああしよう、これが自分のこういうところにつながるんじゃないかなっていうふうに、やっぱり考えて、はい、その自発的にやっていくことができるようになれば、はい、その結果も素直に受け止められるし、はい、その結果を受けて、じゃあ次どうしようかなっていうところが見えて、またさらにこう、はい、自分からやっていくっていう姿勢がどん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 出てきてます。じゃあこのようなやり方がしたいこととか、はい、やりたいことの問題ではありません。問題のはやりたいことなのに我慢しないといけない、はい、その辺だけなしでお願いします。今本当にやりたいことだったら自分の調度の力を手を出せれば成功になります。私がやりたい、したいことがあれば自分の持っている自然な持っているものを出せれば頑張りを強いですね。だけど頑張って言えばもっと自分の力が例えば眠らないなしで試合側から練習する、これ頑張るね。例えばね、1時間で走りたいけどやっぱり我慢しないというか2時間とか、今度あなたの筋肉つぼつまるだから影響は逃げさせるかもしれませんですね。常に意味です。自分の持っている力と正しいことをすればセットでセーフになるんです。我慢なし、なぜ我慢は危ないから、私言ったビーッ危ないよって病気か病気か、その後は我慢ですればやっぱり自分のことがものすごい向いてちゃう精神的にも悪い、その意味です。イメージだけやりたいことと正しいことはありますですね。例えば先の練習で1時間だけ走りましょう、でも私はやっぱり頑張らないといけないだからじゃあ2時間走ります。今度筋肉はどうなりますか。やっぱりスポーツマンだったから
マイナス影響が入ってきます。疲れるね。いくら一生懸命頑張ってるね。見えるように時間をすごいね、走ったね。だけど、まずダメです。正しいことは1時間で、自分の力で出して、一応完璧になります。これは私のイメージです。はい、そうですね。あのその気持ちが、で、そうなんですか、やる気が先行してしまって、うん、はい、その自分のやれる範囲を超えてしまうと、うん、実際に怪我をしてしまったと、はい。やっぱり僕も大会の前に、大会に向けてやってた部分があったので、はい、そこまでなんとかいい、できるだけ伸ばしたいと思ってやってたのが、ちょうどその2ヶ月前ぐらいに筋肉をやってしまって、はい、逆にまずいなというようなことで、また私も体験、はい、同じ体験ありますけど、試合、アフリカのトーナメントで代表チームだったから、前に自分が怪我がありました。ここで肩に、じゃあこう来るんだ、試合、練習試合ですごく頭まって、じゃあここに入れてくださいって言った。1時間だけね、毎日に。でも私早めに乗る回すね、はい、ずっと夜でここに入れて出てきた。朝何かあった、私は、肺が続くなんて言いますか、肺の病気になってなりました。風邪みたいな、ひどい風邪、ダブルの経験になりました。本当は1週間後は試合があるからのために、私はずっと3ヶ月で薬がこの相続なんて言いますかね、喘息、心臓ね、心臓みたいな、こうなったから3ヶ月です。だからやりすぎると我慢、じゃああえて我慢したから良くなりました。でも本当は普通で1時間と言ったから、普通の力で私出せばその時は早くやる、直すかなと。これは反省じゃないけど、経験ね、体験。ここから私は、練習の場合はもう何回転か、監督さんが朝早く起きて、もう朝もう来なくていいって言った。私、自分の体がいろいろあります。でも自分が頑張れた。朝早く起きて自分で練習して、自分で一人で。夕方はみんなのチームで練習、みんなでやってる。最後も、すごい素晴らしい、珍しいな経験があります。筋肉、あのお腹の筋肉の下でパーってしたんです。すごい。これは1年縄は1年そんな早いじゃない。1年は休憩、このボールはこうしないだけです。あとストレッチだけ。ここはできない、足が。だからやっぱりやりすぎと我慢だけだったら反対結果になります。仕事のためにでも自分で寝るなしで頑張れ力がある。だからやっぱりナチュラリズムの方がいい。これはやっぱ健康だから、健康を受けなら何でもできます。でも健康がやっぱりダメにすると、最後はガンガンとかなんとかもったいないから、人間の場合ね。ディスカッションでありがとうございます。どうですか、ごめんなさい、ちょっと時間が。でもこの授業を持ってねはい、初めてですから。はい、そう、手がおっしゃるように、うん、私もすごい我慢が多くて、うん、それでついつい頑張りすぎちゃって病気になったりしたこともあったんですけど、うん、やっぱそういうレース基礎ができてなかったなって思って、はい、でなんか嫌な部分っていうのは、さっきのだとお掃除の例えのように嫌なところってこう見ないようにしたり、ついつい置き去りにしてたんですけど、でそういう部分は嫌いだったんですね、自分自身の嫌なネガティブな部分が、うん、でもそれがいい部分に変わるんだよっていうことが分かると、嫌いな部分じゃなくなってくるから、もっと自分のことも愛せるようになるかなと思って、で分かったのが、今までいろいろこう勉強したりしてなかなかできてなかったのは、自分でやろうって決めてなかったんだなと思って、でもそういうふうに、ここはこういう部分になるって思って決めたらできるんだなっていうのが今日分かったので、よかった、はい、いいことですね、はい、そういうふうに変われるようにしたい、はい、じゃあこれは、自分のことに対して変わった方がいいと思います。とっても楽になります。ストレスもない、自分の中でネガティブあっても分かります。プラスよ、じゃあいい、よくどうやってやれば改善するね、今からね、完璧になると思います。じゃあ、ありがとうございます。どうですか？私
割とあの生の逆にできないというか、うん、あのその自分の我慢って何かをやらなきゃいけないから我慢して頑張ろうみたいなことは なるべくスルッと通り抜けるように自分で考えてみたいな気がずっとしているところもあります。それでそれは何を言ってるかというと、最初の話でネガティブをポジティブに変えるっていうのは本当にできないことそのものをやれるようになるっていうことなのかなって思って伺ってたんですけど、なんか今ずっと伺ってた感じだと多分違うやり方をするとか考え方を変えるとか、それによってそのものをそのやれるようにするんじゃなくて、本当にその代わりで自分を認めてあげようみたいな、そういう考え方なのかなっていうふうに今伺って思ってたんですけども、そうだとすると実は私我慢していけばあの人はあんなことができるのに自分はこれで止まっていたっていうことでちょっと劣等感みたいなのがあったんですけども、うん、もしかしたらそういうふうに考え方を変えて自分を楽にしていきたいような考え方を多少してきたのかなっていう気が自分の知ったんですよ、はい。ただ今自分の問題はあの自分会社でそういうことができてるんですけども、自分の子供に対して勉強しなさいとか、はい、自分に目を持って踊りなさいみたいなことをすごくこう毎日から毎日言ってるんです。でもそれってやっぱり我慢をさせているのかなとか、はい、なんかそっちの方がうまくいってなくて、はい、聞きたいかなと、これはいい気分、ありがとうございます。そうしたらいいコミュニケーション、子供の場合は問題コミュニケーションスキルと思います。それで我慢しなさいとか勉強しなさいの問題じゃなくて、別の方法を探して自分の中でどんなふうにこの子供たちが勉強をさせる、勉強をさせようだったら子供何歳ですか？12歳と。じゃあ結構10歳になった場合はやっぱり学んだことありましたから、自分の母のイメージができているので、その辺が父親の母が変わったらちょっと何かショックじゃないけど、みたいにびっくりしたみたいな。でも一応、ここの問題がちょっとなんか話になるけど、でもこれはコミュニケーションスキルってね、あなたの苦手なところじゃなくて、仕組みになってる。一つだけ、あなたの心の中で、この子供に本当に勉強してもらいたい。エネルギー出して、愛情出して、何か子供たちに例えば、今日宿題早くある人で甘いものあげるとか。早くあったら検索してっていうことか、何かあったら何かね、なんとなく母の優しさでみんながコントロールができる。なぜ10歳だったら今厳しくすることできない、もうあなたのイメージできたら自分のコミュニケーション、何かあったら爆発なんです。だけど優しくさせた方がいい。例えば今日は、学校から帰ったら早起きしては検索行きましょうとか、公園連れて行きましょうとか、普通の日なのに日曜日じゃない、例えばもし時間があればしちゃう、ケーキを作りましょうとか、なんとなく子供たちはその辺がなんかバスアウトを自分でやる出てくる、こういう子供の出し方もあるんですですね。もう一つの場合は、今度自分のテスト1ヶ月のテストの結果は OK のある人がいい T シャツが買ってあげるとか、何かしてあげるとか、子供これにしながら子供たちがじゃあ頑張る、サッカー好きだったらボールを持ってくるとか、何かどこかおばあちゃんのとか、自分のことはやっぱり捨てていくとか、やっぱり自分の子供が好きなものがご存知と思いますので、その辺がどん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 コントロールできる。これに勝てる部分からプラスのことになります。子供たちも出してやる時に方法になります。その辺からとってもあなたも楽になります。もう一つの場合は先ほど言った苦手はここから。